PCR 検査とは何か。ネットによると、検出した微生物が特有に持っている遺伝子をターゲットにして、細菌やウイルスの検出を行います。その方法の一つが PCR 法。ちなみにウイルスってそもそも何だか分かってますか？教科書を取り出すのが面倒なので、ネットによると、タンパク質と核酸からなり、厳密には非生物とされていることもあるとのこと。言い方を変えれば生物ではなく単なる物質であるとも言えることを声を大にして言いたい。ちなみに核酸というものは4種類の塩基座となる核酸があり、いろんなパターンで連なって鎖になって DNA や RNA になる分子であるけれど、それ自体はいわゆるプリン体でもある。消化管に入って消化されば、プリン体としての貴重な栄養源になるかもしれないし、高尿酸血症の人は避けた方がいいかもしれないが、消化管で消化されれば、ウイルスに汚染して感染しても、安静にしていれば、生体防御機構と合わせ持って、自然に抗体も出来上がって、また、元の生活に戻れることも理論的には考えられると思う。何が言いたかったんだったっけ？そうだ。PCR 検査とは何か。ネットによると、検出したい微生物が特有に持っている遺伝子をターゲットにして、細菌やウイルスの検出を行います。その方法の一つが PCR 法。で、人工的に増やしたい部分だけを増やすことを利用したもの。そして増えた遺伝子を目で確認すること。つまりそこに探したい遺伝子があれば陽性になるし、見つからなければ陰性になるということなんですね。でも新型だけに、新型コロナウイルスの場合、どこから検体を拾ってくるのか、インフルと同じでいいのかなどなど、新型だけに判断は難しそうとは言えないのか、それ以外のことも含めて、万が一全く同じ遺伝子の一生体的なものが奇跡的に存在していた場合、どうなるのかまで考えてしまいたくなるけれど、とにかく世間はデータ好き。ちなみに一時的に拾った検体で安心するのはどこの誰なのでしょうか。江戸時代のことを江戸時代とか、江ノ島のことを江戸島とか、下仁田ネギのことを下仁田ネギとか、聞こえそうな発音で天気予報も伝えるワイドショーとゴシップの皮を切った、まるで感染症を学ぶツールのような顔した情報番組を含めたマスメディアでしょうか、政府なのでしょうか。 PCR 検査の検体を拾った前後の状況も、長い時間の前後の状況も拾わなければ何の意味もなさないことをどれだけ理解しているのかなと僕は考えてしまう。そんなことよりも、その抗原に対する抗体を安静にして重症化をいかに防ぎながら体の中で作っていくことの方が何よりも大事だと僕は言いたいのです。 PCR 検査とは何か。 PCR 検査とは何か。 PCR 検査とは何か。僕の理解だって足りないかもしれないし、もっと調べなくてはならないし。